多摩川に広がるキャンプ場でして、まあ、あのお部屋から、あとはテント場、あとは屋根がついたこうバーベキューの専門のところもありまして、いろんな楽しみ方ができるような、ところになってますね。駅からも、徒歩5分、まあ、もちろんソロの方も今すごくブームで多いですし、あとは、まあ、ファミリーの方もですね、かなりお見えになってますし、東北県内にはですね、日帰りの温泉もありますし、駅前なんかにはクラフトビールのお店なんかもですね、できてですね、非常におすすめですね。白丸湖というのがあるんですけど、まあ、そこで、カヌーやカヤック、あとはサップですかね、大きいモードに立ってやるようなのもすごく盛んにやっててですね、そういったのすごくおすすめですね。日帰りバーベキューですとか、あと宿泊のキャンプですね、コテージに泊まっての宿泊キャンプ、あと昨年から山を一つ切り開いて、山の森林の中でのテントサイト、キャンプですねが、主なコンテンツとしてありまして、まあ、すごくこう、そんなにこう深さもないなだらか穏やかな渓谷があって、あとはキャンプ場の一番奥には、ちっちゃな滝壺があって、そこで川遊びをされたりとか、そういうような形でお客様は楽しんでいただいています。お客様からはすごく、特に女性の方、トイレが切れて喜んでくださっていて、使われた道具を洗うのに、なかなか油汚れが取れない中で一応温水が出るので、そういうキャンプ用品をお手入れされる時もすごく使い勝手がいいというふうにいただいています。 Wi-Fi と、あと仕事がしやすい、ちょっとカフェのようなテイストの建物を作って、そこで外でも中でも仕事ができるような形で、ワーケーションの受け入れもこれから始めていきたいと思います。ヘッドアンド募集は、1日1組限定で、大体4名ですね。それ以上お泊まりになりたい方、まあ、そのキングサイズベッドで寝れる範囲で、お泊まりいただければっていう形でやっております。お料理がですね、目の前で、シェフがそのお客様のために今用意した、食材を目の前で焼き上げる、そういった施設になります。ヘッドアンドキャンプスはもう名前の通りキャンプがメインでして、お客様にテント張っていただいて、200インチのスクリーンがあるので、それでプロジェクターで映画やら好きな動画を見たりとかっていう楽しみ方ができます。やっぱ一番はのんびり過ごしてほしいんですけど、やっぱ都心部から来るお客様が多いので、やっぱ都心部にいるといろいろとね疲れるじゃないですか。そういうのを忘れてゆっくり静かに過ごしてほしいんですけども、あとはのんびり過ごすっていう感じですかね。